これら菌は、ビブリオ族に属するグラム陰性のコンマ型をした、肝菌の一種。高アルカリ性で、比較的高塩性の細菌である。1854年、イタリア人医師、フィリッポ・パチーニによって発見された後、1884年に、ロベルト・コッホがこれとは独立に、これらの病原体として発見した。しばしば誤解されるが、これら菌のすべてが、 これらの原因ではなく、200種類以上の血清型に分類された中の、これら毒素を産生する、O1 型もしくは、O139 型のコレラ菌が、人に感染して、これらの原因になる。O1 型は古典型とエルトール型に分類される。また、これ以外のコレラ菌も人に感染して、食中毒の原因になる。 いずれも、主にカセミや海などの水中に存在する、生きた菌が、その水や付着した魚介類を介して、人に、傾向的に感染し、その腸内で増殖して、糞便とともに、再び河川等に排出されるという生活感で生息している。1817年、これらは、インドのガンジス川下流のベンガル地方で大規模な流行を起こした。この時の流行は、 中国、日本などにまで広がり、最初の世界規模での大流行になったが、この時はヨーロッパに波及する前に1823年に収束した。しかし1829年に再びインドから発生した第二次パンデミックでは、ヨーロッパに伝播して多くの感染者及び死者を出し、ペストの再来として恐れられた。 当時はまだ医学が十分に発展しておらず、これらの発生原因が何であるかについて様々な説が流れたものの、いずれも推論の息を出なかった。1852年に始まった第三次パンデミックの時、イギリスの海洋医、ジョン・スノーは疫学調査を行い、これらの病原因子が飲料水に関連した何かであることを明らかにした。一方、イタリアの医師、 フィリッポ・パチーニは、これら患者の糞便に、大量の細菌が存在することを見出し、これが、これらの病原菌だと考えて、ビブリオ・カラーと名付け、1854年に、イタリアの学術誌に発表した。しかし、この発表は、ヨーロッパの学者の目に留まらず、また当時はまだ細菌が病原体であるという考えは、証明されていなかったため、この発表は、 以後30年にわたって、日の目を見ることはなかった。1876年、ロベルト・コッホが、炭素の病原体が、炭素菌であることを証明したことによって、細菌が病原体であるという、細菌病原体説が証明された。コッホは、さらに結核菌が人の結核の病原体であることを1882年に、立証し、 ある細菌が特定の病気の原因であることを証明するための原則として、コッホの原則を提唱していた。このような時代背景の中で、1881年にインドで発生したこれらは徐々に広がりを見せ、1883年にはエジプトに到達して流行を起こした。これに対して、ドイツ政府はコッホとガフキーを中心にした調査団を フランス政府は、ルイパス・トゥールの弟子にあたるエミールルを中心とした調査団を、それぞれアレクサンドリアに派遣して、その原因究明に臨ませた。実験動物を用いて、これら菌を分離しようとした、フランスの調査団に対し、コッホラは、患者の長官で増殖している菌を観察、分離培養することを試み、これら患者の糞便に、 これらの原因菌と思われるコンマ型をした細菌の存在を見出した。なおフランス側の手法は成果なく終わったが、これは後に分かったことであるが、これら菌は人以外のほとんどの動物ではこれらを起こさないためであった。エジプトでの流行が収束した後、コッホラはインドのカルカッタに赴きさらに調査を続けた。その結果、カルカッタのこれら患者のふん,んや、 死者の長官からも、コッホがアレクサンドリアで見つけたものと同じ細菌が存在し、一方、コレラ以外で死んだ死者の長官にはこの菌が存在しないことを見出した。そこでコッホはこの細菌こそがコレラの原因菌であると考え、その形態からコンマ上官菌と呼んだ。コレラ菌は人以外の実験動物にはコレラを起こさなかったため、 コッホの原則のすべてを満足しなかったものの、コッホは、本金が、これらの原因であると結論し、1884年に、ドイツ政府に報告した。このことによってコッホは、これら金の発見者として広く認知され、これら金には、ビブリオコンマという学名が与えられたが、後にパチーニの業績が見直され、コッホが発見した金がすでに30年前に、 発見されていたものと同じであることが明らかになり、分類学上の取り決めに従って先に名付けられた V カラーが優先され、正式な学名になった。このコッホの発見に対してマックス・フォン・ペッテン・コーファーなど細菌病原体説を支持しない立場の研究者が反論し、コレラ菌を自ら飲む人員実験による検証を行った。 一連の実験結果は十分な再現性を示さなかったものの、最終的には、コレラ菌が、コレラの病原菌であることは、多くの科学者や医者に認められることとなった。その後、コレラ菌について、生、科学的、血清学的な研究が進められ、実際にコレラを起こすのは、コレラ菌に分類される菌の一部であることが、判明した。流行の原因になった。 これら菌はいずれもこれら毒素を賛成するという特徴を持っており、いずれも血清学上で O1 と呼ばれるグループに属するものであったため、これら菌はこれらを起こす O1 これら菌とこれらを起こさない非 O1 これら菌の二つに対別して考えられるようになった。しかしさらにその後、この考えを単純に当てはめることができない事例が、 複数発生し、コレラ菌に対する考え方はある。種の混乱を含んだまま、変遷を遂げている。1961年に、インドで発生して、第7次パンデミックを起こした、コレラ菌は、溶血性を持つなどの点で、従来のものと異なる、生物学的特徴を示した。そこで、従来の大一コレラ菌を、古典型あるいはアジア型、 新しく流行したタイプの o 一コレラ菌を、エルトール型で最初に発見されていたとして、異なる、生物的特徴を示す型として区別することになった。このエルトール型による、大流行は2005年現在も継続中である。さらに、これまで全てが、コレラ毒素を賛成すると考えられていた o 一コレラ菌の中に、わずかではあるが、コレラ毒素を産生しないものがいることが、 明らかになり、このような菌による感染症は、これらとして扱われないこととされた。第7次パンデミックと並行して、インドを中心に大流行を起こしているのとは別の株による地域的流行が散発しているが、その中で1992年にマドラスで発生したこれらの原因菌が、従来の大一コレラ菌ではなく、 O139 に属するものであることが明らかになった。この O139 はコレラ毒素を賛成していることが明らかになり、コレラの原因菌として扱われることになった。このような経緯から現在、コレラの原因になるものはコレラ毒素を賛成する O1 型または O139 型のコレラ菌であると考えられている。 O1 型の大部分と O139 型のごく一部がこれに該当する。これら菌はビブリオカビブリオ属に属するグラム陰性菌である。大きさは0.32メートル程度で湾曲したコンマ上肝菌の形態を示す。これは本来ヘリコバクターピロリなどと同様に螺旋状に伸長する形態がその回転数が0.5から1回程度であるために コンマ状に見えるものであると考えられ、このため、螺旋菌の一種として分類される場合もある。ビブリオカの細菌の特徴として、腸内細菌化と同様、通性菌起性で、ブドウ糖を発酵する、グラム陰性菌であるが、菌体の一端に一本の弁毛を持つ点で、腸内細菌化とは区別される。この極弁毛によって、水中で活発に運動する。 ビブリオという属名は、この運動性にちなんで、ラテン語のバイブロから名付けられた。初糖を分解する性質や、タンパク質の分解性に基づく、これら赤反応と呼ばれる、生化学試験などから、他のビブリオ属の細菌と判別される。増殖可能な pH は6から10であるが、特にアルカリ性の環境を好む。他の海産性ビブリオと異なり塩化ナトリウムが、 存在しなくても増殖は可能であるが、0.5%の塩化ナトリウム濃度が増殖に指摘の条件である。トレラ菌は比較的抵抗力の弱い菌であり、酸や乾燥、日光、高温に弱く容易に不活化する。トレラ菌はその細胞壁にある外膜のリポタ糖の抗原性によって2005年現在205種類に分類されている。 また、弁毛にも抗原性があるが、H 抗原には一つの型しか存在しない。このため、コレラ菌はその結成型によって、O1 コレラ菌、O2 コレラ菌と区分される。1991年までは、コレラの原因になるものは、O1 型だけであったため、これを、O1 コレラ菌、それ以外を非 O1 コレラ菌と呼び、前者のみが、 これらの原因になるものとして区別されてきた。O1 型については、さらに吸収高血性によって、小川型、稲葉型、彦島型という液に分類されている。また、生物学的特徴の違いから、古典型とエルトール型という二つの生物型に分類されている。エルトール型は、当初、溶血性のコレラ菌として分離され、その他にも、薬剤感受性や、 生、科学的な特徴で古典型特別された。古典型は校舎に比べて毒性が強く典型的な、水溶性下痢を起こし感染力が高いが、自然界での残存性は比較的悪い。これに対して校舎は一般に、病原性は前者より低いが、自然界での抵抗性が高く、長期間生産するため流行が長期化しやすいと言われる。 非 o 一これら菌については、o 一型と反応する結清と反応しないであったことから、ナグビブリオと呼ばれたことがあった。この名称は、これらの菌も o 一以外のそれぞれの結清に対しては、凝集性であるため適切な分類名ではないという、批判からあまり用いられなくなったが、食品衛生の分野など、一部では未だにこの呼び方を、する場合がある。 この O1 型と非 O1 型に分類する考えは、1992年にコレラ毒素酸性 O139 型コレラ菌が発生したことによって見直しを迫られているが、分類名称としては未だによく使用されている。コレラ菌は自然界ではもっぱら人の腸内だけで増殖するため、水中などの環境や食品内ではほとんど分裂増殖を行わない。 このような環境で、コレラ菌は数日から数週間程度生産可能であるが、これは最菌が自然環境で生産する期間としては短い部類に属する。ただし、コレラ菌はこのような生存に適さない環境下では、そのストレスによってバイオフィルムを形成する菌に変化して、バイオフィルム中で長期の生存を図っていると考えられている。 特にエルトール型 O1 コレラ菌は古典型に比べてバイオフィルムを形成しやすくこのことがエルトール型による流行が長期化する理由の一つだと考えられているまたコレラ菌は環境が悪化すると VNC と呼ばれる状態に変化することも知られており環境中で一見不活化したように見えても VNC 状態に移行しただけで何らかの原因によってそこから 蘇生することが分かっている。これらのことが、これら流行が収束して患者がいなくなった、数年後でも、また再びこれらが流行を起こす理由に関与していると考えられている。これら菌には、大小2本の染色体が存在する。これは、細菌の中では、ビブリオ族だけに見られる例外的な特徴である。以前は、すべての細菌について、 染色体数は一つだと考えられていたが、同じビブリオ属の長塩ビブリオが2本の染色体を持つことが最初に発見され、その後、これら菌も同様であることが明らかになった。これら菌の生存や病原性に関与する遺伝子の多くは大きな染色体に存在しており、小さな染色体には機能や由来が判明していない遺伝子が多く含まれている。 これら菌のうち、これらの原因になるものはすべてこれら毒素と呼ばれる、毒素を産生する。O1 これら菌の大部分と、O139 これら菌の一部がこれに該当し、これらの菌が人の腸管内で作り出すこれら毒素が、直接の病原因子として腸管に作用し、下痢や脱水症状など、これら特有の症状を引き起こす。これら毒素は、 毒素酸性型コレラ菌が酸性して菌体外に分泌するタンパク質性の外毒素である。毒素としての活性を持つ A サブユニット1個と細胞との結合活性を持つ B サブユニット5個から構成される A1 バイト5型と呼ばれる毒素タンパク質である。A サブユニットは細胞内で A1 と A2 という2つのサブユニットにさらに分解され、 実際に、毒素活性を示すのは、A1 サブユニットの方である。小腸の上皮細胞に作用して、そのイオンチャンネルを活性化し、水と電解質の放出を促進する。これによって、米の研ぎ汁のような、白い水溶の下痢を起こし、脱水症状と電解質代謝異常による、アシドーシスを起こす。腸管で増殖した、これら菌によって産生された、これら毒素は、 5つの B サブユニットによって、小腸上皮細胞の細胞膜表面にある GM1 というガングリオシドに結合する。そしてエンドサイトーシスによって、細胞内に取り込まれた後、逆光輸送と呼ばれるエンドソームから、小胞体やゴルジ体に物質を輸送する経路によって、一旦小胞体に運ばれる。そこから今度は、順方向に、ゴルジ体。 分泌下流と輸送される過程で A サブユニットが切断されて毒素活性本体である A1 サブユニットが細胞質に有利する A1 サブユニットは細胞内のなどをニコチンアミドと ADP リボースに分解しその ADP リボースを G タンパク質の一種である受容体活性化 GS タンパク質に結合させる働きを持つ ADP リボースが結合した GS タンパク質では GTP から GDP への分解が抑制されて常に活性化された状態になりその結果この GS タンパク質と結合しているアデニル酸シクラーゼがいつまでも活性化され続けこの酵素の働きによって細胞内のキャンプの濃度が上昇したままの状態になる小腸上皮細胞内のキャンプ濃度の上昇は 細胞のイオンチャネルを解放して、細胞内から、水と電解質が漏出し続ける。炭水産の沼エビなどが、生物発酵するホタルエビというのは、発酵細菌がエビに感染し、エビが死ぬまでの間に発酵するものであるが、その原因菌が本種であるとされている。詳細は該当の記事を参照のこと。ABCD 水野吉田一。 これら金とビブリオカの最菌、戸田震災金額、改定33パン、南山道、2007年ピアニッシモ、563から 577ISBN 978から4から 5251601358ABJJ ファーマー 3&J マイケルやんだバイブリアナッチインベルギー。 S マニュアルオブシステマティックバクテリオロジーセカンドエドボリューム2パート B ピアニッシも491から 546ISBN9780387241449 AB タケタビー分コレラ感染症の時点第一版朝倉書店2004年ピアニッシも97から 98ISBN4 から2543007358イデュル感染症の話。これら2009.1019確認。ABC 山口恵ぐさん。松本哲也寛役。イラストレーテッド微生物学。第2版。マルゼン。2008年ピアニッシモ。132から134 ISBN 978から4から621079164たけた微分 感染症反正紀株式会社アイカム2008年 ISBN978 から4から90万960から15から2ラグビブリオ感染症とは www.niid.go.jp2021 年4月24日閲覧ありがとうございます